あ、かわいい。なんだこれ。いい、なんか狭いですね。はい、ということで、じゃあ今日は、ギアベンチのトップ選手と、フルギアの、はい、3種のチャンピオンに、じゃあギアのまず説明を、ベンチシャツの説明をしてもらおうかなと思います。ちょっとギア全く分かんないんで。近くで撮った方がいいかな。あ、ほんと？とりあえず。近くから撮るかな。あ、なるほど。じゃあ、もうこうしちゃいますね。まず、ギアっていうのは、はい、各種目にそれ専用のギアがあって、まあ、ベンチシャツっていうのは T シャツっぽい形、こういう形をしてて、結構表面は硬い生地なんだよね。強い。結構硬い。めちゃくちゃ硬い。これ引っ張ってもそんなに伸びなくて、うん、まあ、胸のところとかも後方胸とか入ってて硬くて、まあ、後ろは別に柔らかい、前だけなんですよ、ね、組みやすいように背中は伸びやすくなってってなってて、でまたこれはアメリカのタイタンっていう、まあ、ニースリーブとかリストラップで有名なメーカーのやつで、こっちは武器屋鬼のマークが出してるホムラっていうやつなんですけど、まあ、メーカーによって効きやすさとか扱い方が変わるから、うん、物によるかなっていう感じで、まあ、あとこれは AS っていう種類なんだけど、うんうん、まあ、それぞれフォームによってどういうシャツが合うとかっていうのがあるから、うん、まあ、それは着ながら自分に合うのを見つけていけばいいんだけど、ギアの単価がだいたい1着2万から3万ぐらい。じゃあ3万ぐらい。そう、だいぶ高いね。そう、でも一回着て終わりみたいな感じじゃないから、はい、ああ確かに自分のなんか体に合ってくるじゃないですか。そうですよね。結構強い選手だったらシーズンごとに作り直したりとかするけど、うん、別に2年3年着てても全然いけるから、うん、まあ一回買っちゃえばっていうところはありますね。であとはサイズもこれは38号っていうのがだいたい数字2つ大きに決まってて、まあ、自分どのサイズが合うかなってちょっと大きめを買って、でベンチシャツの場合は袖のここをね縫えるのピーって。今これはほどいてあるんだけど、こっちのシャツは袖のところをこういう風にミシンで縫えて、これはもうルール上 OK です。だからちょっと大きめを買って、自分のああ、それだけきつく、そうそうそう、自分の体に合ったように自分で詰めてフィットさせていく。で効かすようにしていく。そう。でこうやって着た時に袖の方を詰めると上げた時のトップの安定とかが結構出て、うん、真ん中ら辺だとボトム、一番こっちとかだと下ろしの安定性が出てみたいな感じで。むずい。そう。なんじゃそりゃ。感じで、まあ自分がやっていく中でやっぱバーって跳ね返ってきたけど最後詰まっちゃうなとかっていうのがあったら、この辺ちょっと最後縫ったりとか、まあ結構ミリ単位でこういう風に縫ったりとか、これはもう結構1センチ2センチぐらい縫ってるから結構縫ってるっていう感じですね。これはもうめちゃくちゃきつくなるように、はい、そう縫ってます。裁縫の腕が、そう、そう、前ミシンが家にあって、それでもう試合前はミシンとも戦わなきゃいけない。そこからスタートしてるんですね、戦いが。で、それも家庭用ミシンって、うん、普通の薄い布の縫う用だから、うん、これ結構デニムぐらい硬い生地なのね、うんうん、で、まあ、試合で何百キロって扱う時に、うんうん、パーンって弾けたら危ないじゃん。だから、分かるかな、ちょっと普通の洋服とか縫ってる糸より少し太めにね、太めの糸になってて、厚地用ってやつを買わないといけなくて、針も厚地用のやつを、そうそう、ちょっと家庭科の勉強です。そうっていう感じで家庭科の勉強から、家庭科全然できなかったけど、パワー始めてからミシンが使えるようになりました。昔やりましたもんね。そう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 、っていうのがまずギアのベースですね、なるほど、はい、ってことで、じゃあぜひ今から着てみましょう。ああ、そうっすね。一回着てみますね。はい、それではベンチシャツを着ていきます。はい、これ、ビニール袋を親指で引っ掛けて、はい、ああ、なるほど、左側の袖を通します。はい、頭引っ掛かってるから、左側をこうこのまま回ってくる。うーん、うおー、きつい。これ、やばいよ。トビ君、体がでかいからな。今ここはあんま肘が入ってなくて、もっと行かないと、これがもうちょっと肘まで入るとこ行ったら一回ビニール縫えていい。もうこのうん、いいんじゃない、いいと思う、いいじゃない、でこれを抜きます。で、これを抜いたらまたこっちの逆の手に引っ掛けてクリッと回す、うまいこと、うん、
ビニールがちゃんと引っかかるように。洗顔ブラシ。ちょっと来た。洗顔が太くて切れない。切れない。最初からこの。おお。おお。最初40号とか42号買ったわけだから。うん。今これ38号買ってるんですけど、最初やるときこんなにきついと動きとかあんま習得できないから、これぐらいきつい人はもう一個大きいの買った方がいいです。おおすごい、これやばいわ。これやばい。首え、これこんなんだ。これはね、引っ張るの手をじりじり回してください。おおそうっす。いい感じ、いい感じ、いいじゃないですか。反対側も入れていきます。これね、一人でできない。これは無理だね。来た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 。じゃあとりあえずこっち向いちゃおう。はい、ちょっと待って、お腹入れてあげて。あ、またちょっと待って、へそ出し。とてもこれでベンチプレスをするとは思わない。ちょっと待って、これね、やばいわ。この辺まだ気持ち悪いでしょ。うん、この辺まだシワが寄ってるから、横下ろして、横下ろして、前下ろしてもらう。横、ここね、グッと入れるとハマるから。ここでグリグリしてもらって、で、はい、また今度は、あ、いい感じだった。全然違う。こっちもね、ここでグリグリしてもらって、はい。はあ。で最後こっちをグッと押して、おお。おお。来たでしょ。これやばい、やばい、やばい。試合38号が。これやばい。多分トビ君が試合に出るってなったら、多分これ以上にきつくして聞かせに行くと思うけど、いやこれね、下ろせない。完成形に今近い。これまず開かないでしょ。でしょ。で下ろせない。これ降りんの？重さをかけて下ろしてる。でも200キロじゃ降りないな。いや降りない。まあこれがこういう感じになります。うわすごいよマジで。これやばいっすね。だってもう鬱血しそうっすもん。そう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 。前腕が太すぎて、ほんとこんなんすよ。こんなん、こんなんで、だってもう、いや、ほんとに無理。これね、舐めてた、マジで。これすげえわ、古着屋の人。でも、ほんとにこの形が完成形に結構飛びくる中が近いと思う。これで、まあ、ボリファーマースだけやるんですよね。そうそうそう。試しにちょっとやってみる。ってことで、やってみよう。これ、降りんのかな。もう全てが、行動が。よし、やってみましょう。よいしょ。センター通り。いや、大丈夫ですか。あ、わかんないっす。あ、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。はい、頑張って開いて。なるほど、だからみんなこうやるんですね。取れないんだよ、線を。おお。いて。頑張って開いて。え、これ開、もう一回開かしちゃっていいんですか。いいよ。開かして、最初開いちゃって大丈夫。なにこれ。いや、マジで腕が開かないっすって。ラック上げる。いや、いや、いや、マジで開かねえ。肘をね、もうグリグリ開いちゃって大丈夫。ああ、なるほど。あ、来た。あ、なるほど。あ、これ外せないっす。肘こうなってるから、うん、ね。肘入れないとやばい。肘、だって入んないっすよ。あと、組めてないから多分それやばいね。いや、これマジで、いや、マジでいつも通り、これ、いつも通り。これマジで、いや、組めないっす、組めない。これ肘が開かないですもん。多分センター取れないから、こんなのって回るよ、それ。え、回っちゃうよ、こっちに取ったら。これどうやってんすか。あの、ラック上げた方がいいと思う。ラック上げるか、ね、ちょっとナロー気味に中指、中指、小指でいいと思う。肘ちゃんとね、入れて、シャフトのこう肘のやつか、まず。あ、そうそうそう。で、こっちがこう肘入れますか。ノーギアと同じくらいで、アーチもしっかり組んだよね。あー、きつい。で、肩甲骨入れて受けれる。これだったらなんとか。あ、で、おお、痛い。降りるところまで。痛い。いてててて。あ、ここまでです。いいよ。え、これやばい。痛い。どこが痛い。いや、三頭と胸と張り裂けそう。三頭がマジやばい。引きちぎれそう、こっちが。めっちゃ後になる。あと降りない、全く。 100じゃ降りるわけないじゃん。あ、そんな、そういうもんなの。そういうもん、そういうもん。俺も170試合の時こんぐらいしか動かないから大丈夫です。そう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 。大丈夫っていう感じで、ちょっとずつ慣れて、ちょっとずつ開きながら自分の乗せれる位置を探ってって、ここできるなっていうのを探しながら、あと重さとかも増しながらみたいな。
何これ。だってさ、100ってさ、私でもつかないもん。あー、何これ、何これだよ。これはやばいわ。今もうこんなんです、こんなん。これがいい感じの証なんですよ。前腕こんなんです。結構きつくし縫ったりとかしていくと、こうなんですか。うん、強い選手とかそうなったりとかしたりとかする。なんだろう、あの、加圧トレやってるみたいな。マジで加圧トレやってるみたいな感じ。脱いだらパンパンになってるから。これだってもうすごいっすね。降りない。そう、これまで開かない、開かない。ついて上がるようになると楽しい。確かにこれは、これ全く別物ですね。競技として違うよね。競技として違う。ズルとかじゃないよね。これだってズルとかじゃない、本当に。扱うためのテクニックがまた違う。そう、古ギアは、なんでも言われるじゃん、それはギアでうんぬんかんぬんとか。違うね、もうこれはもうこれの競技ですね。別物、別物ですね。どんだけ強い人でもこれを扱うためのテクニックとか、ね、まあそういうのなかったら、これはきついわ。うわ、やばいもん。感動した、感動しました。いや、本当に一日体験できてよかったです。もうなんかもう降りる気配がしないですって思うじゃん。全然降りるからね。これは凄まじいですね。切れるってことは降りるから大丈夫。あ、もはや、うん、きつ、こんぐらいの感覚なんですね。そう、なるほど。重さを足して作るようになるみたいな。これはきついっす。もうすごいっす、圧が。マジで。もうすぐ分かった、もう圧がやばい。100キロでこれですもんね。尊敬です、古着アベンチャー。圧がないと逆に不安だよね、ちょっと。圧があるってことはちゃんと効いてるってことだな。あ、圧がないってことはどっか逃げちゃってるから、うん、変なとこに飛んでっちゃう可能性あって、そうすると怪我したりとかするから。これは確かにこう、いきますわ、間違えるとね。ねえ、あだ、なるほど。はい、あだしゃ。バンドしてください。下にしゃがんで、下にしゃがんで。あ、それでもいい。縫う時はシンプルなんですね。シンプルだけど、またビニール袋を取らないと抜けないから。あ、そのままちょっとステイしまって、これをかまして、これをめっちゃ引っ張って、後ろに体重かけて、はい。あ、おお、って感じでポンって抜けばっかり。きつい人はもう本当に脱ぐ時の方が大変みたいな。なんか、どんどんちょっと話せるしばらく聞けません。なるほど。なるほどね。だって痛いなと思ってましたもん。マジで。あー、なるほどね。100でこれだからね。しばられたと思った。ちょっと、みたいな。半袖着れないです。あの人何やって、確かに。多いっすもんね。すごい。でもこのリーチとか赤くなってるところがやっぱテンションかかってるところだから。担当のここにやっぱり重さがかかって、うわ、すごい。乗ってるところがいいところだから、やっぱりサイズ的に。じゃあもうこれで合ってるんだ。いや、サンダル新品はもっと。最初に始めるとき、やっぱ、うん、大きいの着て自分で縫って体に合わせていった方がいいから、いつかは38とかにしてもいいと思うけど、最初買うなら40だね。もう42とか買ってもいいかもしれない。最初って結構きついから、着ていくうちにだんだん伸びていくので。なるほど。ただも伸びきって38だから、まあ、新品は超きついと思う。ずっと練習してると前腕もっとパンパンになるから、うん、ちょっと脱ぐときに本当に突っかえて、今みたいにスポーンって解けない。解けなくなる。これ長時間もやってるんでしょ。そうだよ。無理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 、マジで。本当に無理。これやばいよ。ひどいよね。マジでひどいですね。あ、じゃあ、嵐、はい、やってみた感想としては、えげつないですね。こんな感じなんだなと思って。でも降りない、こういうのは全然日常茶飯事な感じ、うん、こういう跡はどうっすね、舐めてました正直。もっとなんかできんじゃないのかなって、正直。ワンチャン4キロも正直狙えんじゃないのかっていうイメージだと全然違うよね。そう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 、本当にもうちょっとなんかただ補助的なあれなのかなと思ったらもう違うね。バウンドみたいなイメージではない。降りないし、なんかもう分からないし、もはやもう握れないし、握れないし。そうだね、取れなかったもんね。取れない、もはや81に人差し指握れない。こんなんなってた。いや、いや、なっちゃうんだって。だって開かないよ。すごいですね、こんな感じで。きつすぎたね、最初にした。なんで、古着屋の人を舐めてました、すみません。反省します。本当にちょっと心のどこかでね、
あとは何ですか、古着屋に対していけるっしょみたいな、いけるっしょみたいな、いや俺古着屋やったらもっといけるしみたいな、別世界だった、うん違う、いけないいけないっす、これは確かにジム入んないと無理っす、うん、けどジム入ったら、うん、みんな同じ気持ち分かるから、うんね、逆にもう本当にいろいろサポートしてくれるし、うん、なるほど、新しい世界ぜひこの TXP に挟まれて、はいちゃんとできると楽しいので、そうっすね、確かに降りてもうったら一人で何とかしようと思ったら絶対無理だから、無理無理無理、着れないしそもそもそう一人で着るところから始まる、着るところから始まりますからね、なるほど、いや本当いい経験ができました、ありがとうございました、じゃあぜひちょっと古着屋も、古着屋にちょっと頭に念頭にきっと頭の片隅に置いておきますまずは乃木屋に絶対もうやってたらみたいな、いや2月にってね、2月茨城らしいんですよね、地元開催ってなったらちょっとやりたい気持ちもぜひ出てくださいあるんでね、よし、まあその時になったらもうちょっとちょっととりあえずね次の大会が僕もあるんで、ね、そっち終わってからちょっと考えたいと思いますんで、はい、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、よいしょ。